ちなみにエモートとか絵文字っていう機能はデスクトップと VR ゴーグル共通であるんですよね。人であることを忘れる、なんかロボットみたいな気分になる。どうですか？なんか心なしか体が重たい気がします。いやもうね、このなんか実際にこうやって着てみるとわかるんですけど、ぬるぬるなんですよ。メタバース、それはコンピューターやネットワークの中に構築された現実世界とは異なる3次元の仮想空間、サービスの総称。映画やアニメでたびたび題材とされ、ゲームでは限定的ながらもその世界観に触れることができていた仮想世界は、今もっと身近になりつつある。ライブ、ファンミーティング、即売会といったエンターテインメントはもちろん、リモートワーク、授業、展示会といったビジネスの現場でも活用が進み、メタバースの可能性は急速に拡大している。この動画シリーズは、とある VTuber がそのメタバースの世界に飛び込んで一から体験し、その魅力を伝え、やがて自らの手で世界規模のメタバースイベントを開催するまでを追っていく過程である。どうも皆さん、 VTuber の大塚エルです。そしてディレクターのマウイです。イエーイ、私たちは今、数あるメタバースの中でも最大級の規模を誇る VR チャットというソーシャル VR プラットフォームの中で動画を撮っています。今年の年明けのニューイヤーイベントで同時に接続していた人数が8万8000人を突破したらしいですよ、うんうん、そこら辺の街ぐらいの規模の人数ですよね。すごいですね。この VR チャットって海外の製品なので、メニューとかは英語表記のみで、ちょっととっつきにくいかもっていう感じなんですけど、実はね、日本人の方も結構いますよね。初めてまだ1ヶ月も経ってないんですけど、70人ぐらい友達できました。この VR チャットって、うんうん、テキストでのコミュニケーションっていうのがない仕様で、うんうん、実際に会いに行って会話するっていうのが必須なプラットフォームなので、例えばもう一回会うためにはさ、フレンド登録しないともう会えなくなったりするじゃん。なんかそれがリアルっぽさがあってまたいいですよね。だからなんか割とフレンド登録っていうのを気さくにしてくれる文化があるかなと思います。初めて会ってもすぐフレンドになってくれる方結構いました。マイさん、なんかさっきからずっと動いてないですけど、実は僕は今ですねVR ゴーグルをつけずに、はい、デスクトップの PC の画面でやってるんです。なるほど、デスクトップでもできるんですね。そうそう、だから VR ゴーグルなくても意外に実は簡単に始められるんです、ね、うんうん、ちなみに私は今 VR ゴーグルっていうのをねつけてやってます。だからこう大塚さんは手がこう動いたりとか、僕はこう手のセンサーがないので、うん、マウスでこうやって顔の向きとかは変えられるんですけれども、うん、手が動かないと基本的な動作っていうのは全部できるから、はいはい、気軽に始められるかなと思います。ちなみにエモートとか絵文字っていう機能はデスクトップと VR ゴーグル共通であるんですよね。なので面白いなって思ってから VR ゴーグルを買うのもありですよね。VR ゴーグルをかけた時の没入感、こんな感じでこうやって撫でれたりとか、ほっぺを触れたりとか、本当にリアルな感じでスキンシップが取れるんですよね。モニター越しでは感じられないような、まさになんかガチ恋距離って感じするよね。あー、こんにちは。あー、かわいい。いやー、あー、すごい。あ、お魚さんのピン止めなんだね。かわいいね。わー、はじめまして、来てくれてありがとう。何、今日はあ、すごい、あのガン詰めしてくるね。ありがとう。お次の方どうぞ。ごめん、もう時間だ。ごめんね、また会いに来てね。ありがとうございました。そのかわいいアバターは、エルみたいにね、そうやって自分でアバター作ったりカスタマイズするには、ある程度この世界に滞在した時間っていうのと、友達の人数などを増やしてビジターからニューユーザーっていうのにならないといけないんだよね。そうなんですよ。だいたい私は週に3日か4日、毎晩5時間ぐらい
い、普通にゲームをやるぐらいの感じですぐに上がりました。そんなに難しくはなかったですね。僕はまだニューユーザーにはなってないんだけど、こんな感じに気軽にみんなが使えるサンプルアバターっていうのがたくさんあるんですよ。なんでちょっとそれを今から見に行きましょうか。行きましょう。せーの。はい、ということでここはですね、おい、アバターミュージアム Q という、うんうん、アバターがいっぱい展示してあるワールドです。狼ちゃんっていう方が作ったワールドで、ポスターとアバターが、うんうん、あのシンプルに展示されている空間ですね。あ、本当になんかミュージアムみたい。非常口とか書いてあるし、なんか美術館みたいなね。すごいなあ。価格もめっちゃお手軽、リーズナブル。ちょっとこれ早速着替えてみようかな。あ、すごい、視界もすごい低くなりました。お、これはすごい、羽がゲームのキャラみたいだね。細かい VR チャット想定アバターシード量産型になろうですね。しかも無料のもあるんですね。あ、お勤め、ブクロさんです。人であることを忘れる、なんかロボットみたいな気分になる。アバターに影響されるんですね、気持ちも。マウイさんが気になるやつは何かありますか？やっぱ可愛い女の子がいいな。すごく可愛いな。お、出みましょうか。しーちゃん、どうですか？表情もちゃんといろいろついてる。表情もそう変えれるんですよ。あー、うーん、土偶がいますよ、マウイさん。よほ、なんか心なしか体が重たい気がします。私なんか急になんかお太りになられたかもしれない。私今どうなってます？あれじゃあそれぞれお気に入りの子を一人につけて着替えて入り口に集合しましょう。わかりました。よーし、この子がいい。あー、かわいいな。まだ龍だね。さっきの子可愛かったんだよな。着てみちゃおうかな。どの子だったっけ。できました。じゃあいくよ、せーの、はい、どうもどうも。じゃあ近どうですかこれ。いや、もうね、このなんか実際にこうやって着てみるとわかるんですけど、ぬるぬるなんですよ。手とかすごい丁寧に作られてるのに500円だったから、これいいなと思ってさ。なんかでもこうやって並んでるとちょっとやばいやつみたいになっちゃいますけど、私結構この格好気に入ってます。マイさん可愛いじゃないですか、めっちゃ。やっぱさ、どうせならこうバーチャルの世界ぐらい可愛い子になりたいじゃん。結構なんか VR チャット内では男の人でもなんかこうやって可愛い子のアバター使ってる人は結構多いみたいですね。確かに女の子が多いイメージですね。ちなみにちょっと聞いた話なんですけど、なんかこういう可愛い女の子のアバターあるじゃないですか。はいはい。平均的ななんか可愛いアバターの身長が120センチぐらいらしいです。へー、じゃあ今ちょうど120センチくらいですかね。大塚さんって身長何センチくらいでしたっけ？私は158センチですね。うん、なんかすごい可愛いサイズだなって感じがします。ということで、これから毎週1本動画投稿を続けていきますので、よかったよ、続きも見たいよっていう方はチャンネル登録といいね、そしてリクエストや感想などをコメント欄へお願いします。それでは次の動画で。